ございます。おはようございます。今日は何言ってよ、俺が言うのね、うん、今日はガソリンスタンドに行って、そのそこではない豊橋に行きます。今日は大晦日です。あ、そこか。ガソリン行くではない、マック行くではない、カラオケ行くでもない。カラオケ行きますけど、カラオケ行くのは面白い。行く行く、大晦日を迎えたいと思います。はいはい、じゃあ楽しみしてね。每次回日本，冬天就一定要吃的是シナモンメルズ。シナモンメルズ。チョコレートとシナモンの2つの味がある。でも私シナモン大好きだから。知ってますよ。うん、チョコレートも大好きけど。今天的收完了吗？本来是可以用来太多。170元ですね。他们是直接出来放一点。我觉得很厉害。面白くない。何が？もうとりあえず。ドライツフ…ドライ…ドライ…ドライなんだっけ？ドライフルーツ？ドライフルーツではないよ。ドライブスルー。ドライブスルー。ドライ…我每次都会把水果干干的来是不是讲反对然后就在这里直接结账。超酷的。いらっしゃいませ。ホースが袋の中に入ってます。あ、わかりました。ありがとうございます。イエーイ。以前都吃它啦，它其实就是热面包加上肉桂糖霜。那这次有出冬天特别的巧克力版本。日本的卡拉 OK 啊，没有像台湾一样那么华丽，但就是通常就是简单的配备。来点歌，这里，然后你就可以选中文歌。看看新歌，你看还有高尔宣呢，我的妈！新语。三天就付钱，我来看到底剩几。应该是因为今天已经12月31号了，所以就是还蛮多人会赶在今天来买。普通みんないつ買うの？感觉。早い人だともう11月ぐらい。欸、早くない？ね。虽然他们在停车场旁边就有一个小摊贩在卖，我觉得超方便的。一般手写上纸的，然后或是可以印刷东西的，或是像是照片印刷专用的也有。爽爽的，看着耳朵嘟嘟，上上上上，太美太美是。希望发现，ここだろう，ここだ。昨天4点半睡觉，现在8点就起床，为了要排家里附近的商场的抽奖券，看有多久，快疯掉。こたつもなかった。やめろ。
幸せな。どこ行く？出る？あれ？出ない。半分だけ出た。